肩甲骨周りとかをストレッチして、スイングするように運転して、こう内転筋を怪我しないようにもこう大きく振るような感じで、うん、大きく体をほぐすをイメージしてメインで使いますね。アップで体ほぐす、温めるという、はいはい、体がちょっと温まりました、はい、そしたらもういよいよクラブを持ってなんですけど、ね、まずは何からスタートするんですか。僕はまあ大体58度とかウェッジで持って、はい、こう打ち始める前にちょっと片手打ちから始めます、はい、普段の練習でやるときは大体こう、まあ、左手からやるんですけども、左手1本でこうバランスよく、はい、左手1本で手だけでこう、手だけでこう打たないように、うんうん、やっぱりクラブを手で持ってるので手に意識しがちがなんですけど、こう手だけでこう下が止まらないようにしっかり小さい動きでも体、足とか体を使って振れるように、それが片手でやるメリットというか、そうですね、なるんですかね。体もしっかり同調して、うん、手だけで触れないように、はいはい、使う意識を持つように。これは右左とやるんですか。そうですね、うん、まず左でこうやってから、はい、右を使うようにしますね。同じように、うん、片手で飛ばすっていう練習ではない、ただ単にこう大きく振るとこういうのとは違って、うん、しっかり体を意識してやってます、はい、でこう、まあ、両方右左やったら、うん、そこからまあそうですね、両手の方に同じようにアプローチやっていって、アプローチを片手でやったのと同じぐらいの距離をそうですねやっていくと、はい、でやっぱりだん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 スイングの幅を大きくしてあげる、うん、だいたい今腰ぐらいから腰ぐらいまで、で次、まあ、ちょっとずつ振っていくと、次もう少し肩、胸の高さまで大きくなる。こういう時は何を意識してやっていくんですか。これは、まあ、スイングの軌道とかを僕は意識してやってますね、うん、しっかりこう体を使えるように、この手だけで上げるんではなくて、うん、しっかり下半身を使って動かせるように、まあ、ちょっとフルショットっぽくなるんですけども、大きめにこう振るように、まあ、目印があればそこに向かって打ったりしてあげると、やっぱり距離の感覚とかは合いやすいと思うので、ただとやみくもにこう打つんではなくて、何か目標に対して打つようにしてあげると。じゃあ目標を決めてもらって。そうですね。うん、だいたいあの70の頑張り70のとこ、はい、うん、ぴったり、はい、じゃとりあえず体を大きく動かすこと、ね、体全体で打っていることを意識して、そうです、そうです、はい、ウェッジはやっていくと、はい、じゃあフルショットサンドウェッジで、おー、バッチリっすね。こんな感じでウェッジはやっていくと、はい、はい、